皆さんこんにちは。いや皆さんお待たせしました。今回はサタン4ウルトラの使ってみた動画となります。以前ね予約開始された際に動画を出させていただいたんですが、皆さんご覧いただけましたでしょうか。サタン4ウルトラの主なスペックや機能、搭載されている新機能の情報はまずこちらの動画を見ていただければと思います。というわけで早速本体の方を見ていきましょう。カバーのカラーはグレースモーク、内部に AI カメラが搭載されているので光を取り込むためにも色は結構薄いですね。カバーの前面は手前に出っ張ったような形状となっております。そして正面から見て右側面には Wi-Fi そして USB 用の端子、電源スイッチがあります。そしてこちらが背面、パッと見穴とかはないんですが、このね、ちょうど右側の部分、このプレートの部分が取り外しできるようになっていて、別売の空気清浄機等とね、つなげることができるようです。付属品全般は本体内部に収納されていました。レジンバットを固定している緩衝材を引き抜くと、お、動いた。そう、これですよ。これウルトラバンといえばティルト機構が搭載されているんです。実際どんな風に動くんでしょうか。印刷が楽しみですね。では付属品の方を簡単に紹介しておきます。手袋、ツールキット、金属製とプラスチック製のスクレーパー、 USB メモリ、テイズボックスプロ1年分、これめっちゃ嬉しい。ロート、マスクが2枚、パッと見た感じ有機溶剤対応のマスクのようですね。 Wi-Fi アンテナ、電源アダプタ、そしてレジンダレから本体の隙間を守るレジントレー。サイズは大きいですが薄手の材料を成形されて作られているおかげで結構軽いです。はい、そしてこれが今回のサタン4シリーズの新しいビルドプラットフォーム。旧機種からだいぶ見た目が変わりました。ビルドプレートとプラットフォームが8本の支柱でつながれています。ビルドプレートは横から見ると山なりになっていますね。レジン落ちを促す形状なのはいいんですが、そもそもこの隙間、このように結構狭いんですよね。まあ、手が入らないわけではないんですが、使用後の洗浄の際に苦労しそうです。じゃあなんでわざわざこんな作りにしているのかというと、今回サタン4シリーズにはオートレベリング機能が搭載されているからなんです。その秘密がこのプラットフォーム内にあるんですよね。実はプラットフォーム内にスプリングが仕込んであって、このように力を加えるとプレートをね押し込むことができます。ちょっと分かりづらいですが、残りの箇所も同じような機構になっています。あくまで推測なんですが、このようにプレートが歪んでいた場合、初期層の印刷時にリトラクトによる圧力、これでスプリングを押し込んでプレートが LCD 面に平行になるように押し付けているのかなというふうに考えました。プレート表面はこのように細かいカットが入っていて、モデルの食いつきも良さそうです。そしてプラットフォームの固定はクイックリリース設計となっているので、スライドさせることで固定することができます。最後にレジンバットです。大きいですね。そして深さもあります。金属製なので重さもある。貼られている剥離フィルムは PFA フィルムです。そしてバットの角2箇所にはレジンの注ぎ口があります。注いだ際にこぼれたりだれにくい形状をしていますね。レジンバット自体はかなり深底仕様にはなっているんですが、マックスの水位は結構ね低めに設定されています。これはティルト機構でレジンバットが傾くためですね。 LCD パネルは10インチ 12K のものが採用されています。そして気になっている方が多いのではないかと思われる場所もここなんです。今ちょうどティルト機構によって LCD 面が下に沈み込んでいる状態、この状態で本体との隙間はどのように出るのか気になってた方多いんじゃないでしょうか。自分も気になってました。はい、答えですが、がっつり隙間できてます。これといってレジン漏れを止めるガードとかはなさそうなんですよね。もし何らかのアクシデントでレジンが内部に大量にね流れ込んでしまったとなると、分解するしかなさそうです。隙間は広いところで5ミリ程度ですね。さあ、こういったところにも注意しつつ、レジンバットを戻して固定します。ちなみに AI カメラは本体右奥に設置されています。右奥から左手前に向かって撮影している感じですね。ではプラットフォームもホルダーに固定しちゃいましょう。手前から奥へ差し込んで上のロックをします。あとは Wi-Fi アンテナを取り付けて電源をつないだら準備完了です。では本体を起動します。起動後は自動でセルフチェックが行われます。こういう自己診断って FDM 式の 3D プリンターっぽいですよね。そしてこれがサタン4ウルトラのメインメニューとなります。印刷は USB または本体内部に保存されているファイルから、ツールメニューではプラットフォームのマニュアル移動、画面録音では LCD のチェックが行えます。初回印刷の前に必ず一度チェックしておきましょう。レジンタンクの洗浄もツールメニューから。そしてこのレジンキャリブレーション機能、これね結構面白い機能なので改めてご紹介します。そして Wi-Fi と接続する場合は設定メニューから。ファームウェアのアップグレードもここからできるので、初回印刷前に必ずやっておきましょう。そして設定欄の中にはこちらのプリントモードというものがあります。これは高速とスタンダード2種類の印刷モードを選択できます。
これ何が変わんのというところなんですが、こちらはですねティルト機構のリリースですね、これの速度が変わります。基本的には高速モードで問題ないかと思うんですが、例えば剥離抵抗が高いレジン、ちょっと遅いスピードでリリースしたいなという時なんかにはありですよね。しかも印刷途中でこの高速とスタンダードモード自由に切り替えができます。初期層からのラフトとサポートは高速モード、そしてモデルに入るとスタンダードモードっていうこともできたりするわけですよね。それではお待たせしました、テストプリントの方をやっていきましょう。今回使用するレジンはノバ 3D の水洗いメカレジン。今回新品のレジンを開封したばかりなので 1kg 丸々入っています。体感7割ぐらい入れたところで一旦止めたんですが、マックス水までまだまだ余裕があるので1kg これ全部入っちゃいますね。では印刷メニューから付属の USB ファイルを選択、そしてテストモデルを選択するんですが、こちらのモデルですね、印刷を選択することでスタートします。お、早速レジンバットが動き出しましたね。ティルト機構で沈んでいた分が上がりました。次にプラットフォームが降りてきてますね。注目すべきはオートレベリング。さあ一体どのような動きを見せてくれるんでしょうか。はい、ビルドプレートがドボンとレジンに使っていきますね。そしてそのままプラットフォームは下がり続けています。レジンバットが深いせいで中で何が起こってんのか分かりづらい。はい、実はですねこの時しっかりとオートレベリング中だったんですよね。じわーっとねゆっくりとプラットフォーム下がっていってたんです。映像ではねほとんどわからないんですが、おそらく一定の抵抗センサーで感知するまで押し付けてるんじゃないかなと。そしてモニターをチェックしてみたんですが、モデルの高さが 50mm に対して残り時間が2時間16分これ最大速度で言うと1時間150ミリとか書いてあった気がするんだけども、これは設定が違うんかな。一応このテストモデルのレイヤー数は1000あるみたいなんですよね。まあ一旦様子を見ることにしましょう。印刷がスタートして元気よくレジンバットが動き出しました。いやこれ結構テンション上がるね。自分が今まで使ってきた光造形機だと、Z 軸方向にねプラットフォームが上下するっていうのがもう当たり前だったんですが、この機種はですね本当に Z 軸全然動いてるのがわからない、ただただレジンバットが下がっているというような見え方です。そして印刷の進行度が 5% を超えたところで印刷スピードが変わりました。一気に速くなりましたね。もしかしたら印刷終了時間も変わってくるかもしれません。いかがでしょうか。結構なスピード感ですよね。剥離音もペチペチとねしっかりと聞こえていたかと思います。こうやって近くで見るとしっかりとレジンが攪拌されている感じもしますよね。こうやって見るとちょうど手前の方では10から12ミリほどねレジンバットが沈み込んでそうです。さあそろそろ印刷が終わるはずなんですが、はい、無事印刷が終了したようです。なんとか初回プリントね乗り越えられたようで良かったです。さあではプラットフォームを外して回収しましょうかと、ここでね要注意です。このままね、引き出してしまうと一番侵入してはならない手前部分にですね、レジンがボタボタとね、垂れてくることになります。そこでこのレジントレーですよね。これ本当ありがたい。逆になかったら絶望しかない。これでようやくね安心してプラットフォーム外せるんですが、もう傾けてねレジンをちょっと切ろうと思ってるんですが、もう早速手前の方にほら落ちましたでしょ。ビルドプレートが大きいんで傾けるとねやっぱりはみ出てしまうんですよね、エリアから。ただレジントレーをねつけてる限りはしっかりと隙間の方はガードできるので、ここはですね、ちょっと邪魔くさいかもしれませんが、つけるのをめちゃくちゃ推奨します。はい、洗浄してきました。どうでしょうか。表面非常に綺麗ですよね。さすが 12K。 積層ピッチも高さ 50mm で1000レイヤーなんで 0.05mm ピッチのはずなんですよね。おそらくマックスね1時間 150mm っていうのはこの積層ピッチ自体をかなり厚めにいってるんじゃないですかね。その辺の検証もやっていきたいと思うんですが、やっぱり Z 軸の精度は気になりますよね。はい、いい感じ。どないしたらええのこれ。これが時間差ロコ、タイムラプスすご。はい、ということでですね、このサターン4ウルトラ動画、次回あります。
ちょっとね一本にまとめるとかなり時間がかかりすぎてしまって全然動画出せないということになりかねないということで、先にね、ちょっと先行で、動画、今回前半出させていただきました。一本にまとめるよと思われる方いらっしゃるかと思いますが、ぜひねご理解いただけると嬉しいです。動画の続編の方も近日中に公開できるように現在鋭意制作中でございます。今回は導入から初プリントまでという流れだったんですが、次回はですね、いよいよおそらく、皆さんが気にしていらっしゃるであろう精度であったりとか性能機能面を重点的に検証していきます。なので今回ね、いや全然自分が知りたい内容言ってくれなかったじゃねえかと思われてる方いらっしゃいましたら、ぜひね、次回の動画見ていただければと思います。ご期待ください。お楽しみに。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。